はい、どうも、こんにちは。アッシュです。今日は ALGS Year 3プロリーグスピリット1について解説していこうと思います。まずはレギュラーシーズンの簡単な概要です。スピリット1プロリーグは招待された22チームと予選を勝ち上がった8チームの合計30チームで行われます。30チームは10チームずつ A、B、C の3グループに分けられます。このチーム分けの優先順位はALGS Year 2チャンピオンシップの順位、スピリット2プレイオフの順位、チャンピオンシップ LCQ2 の順位、その他招待チーム、予選優勝チーム、予選獲得ポイントの順番になっています。この3つに分けられたグループでスピリット1の間に各グループと18試合ずつ合計36試合を行います。試合のポイント制度は今まで通りです。各6試合を終了した時の順位に応じて、その日のプレイスメントポイントというのが与えられます。ポイントはこのようになっています。そして、プロリーグシャープ1から9を終了した時の合計プレイスメントポイント上位20チームでマッチポイントシステムで行われるリージョンファイナルという試合を行います。マッチポイントシステムとは、50ポイントに到達した時点でマッチポイント状態となり、その状態でチャンピオンを取ったチームが優勝となる試合のシステムです。なので、このマッチポイントシステムでは一番ポイントを取ったチームが優勝するとは限らないです。次にスピリット1プレイオフ進出についてです。このプレイオフが簡単に言うと世界大会になります。NA、イミア、APAC ノース、日韓、モンゴルは APAC ノースです。では、シャープ1から9を終了した時点で上位9チーム、APAC South SA では上位4チームの合計35チームがオフラインで行われるスピリット1プレイオフの出場権を獲得します。また、さっき話した各リージョンファイナルで優勝したチームもスピリット1プレイオフに進出することができます。なので、合計は、35チーム。NA、インミア、APAC ノースの上位9チーム、APAC サウス、SA の35チームと各リージョンファイナルで優勝した5チームの合計40チームが進出できます。APAC ノース、日韓、モンゴルの入っている APAC ノースでは、シャープ1から9のポイント、上位9チームとリージョンファイナル優勝チーム1チームの合計10チームがスプリットワンプレイオフ、世界大会に進出できるということになります。イヤー2のスプリット2プレイオフとの大きな違いとして、リージョンファイナルという大会が組み込まれたので、単純にプロリーグの1から10位のチームだけでなく、11から20位のチームにもスピリット1プレイオフ進出のチャンスが与えられました。また、プロリーグで10位だったチームは、自分たちか1から9位のチームがリージョンファイナルで優勝すれば、世界大会に出られるので、かなりドキドキ、ハラハラドキドキな試合をすることになります。そしてプロリーグで下位8チームに入ってしまったチームはプロリーグ予選2に出場することになります。これが簡単なプロリーグスプリット1プロリーグの日程表になります。11月の6日から各日曜日、12月11日までの日曜日、すべての日曜日で行われます。初日の11月6日と最終日、地域ファイナル、リージョンファイナルを行う12月11日以外はすべて1日に12試合、6試合6試合の12試合行われる形になっています。そしてさっき言ったここでのスピリット1プロリーグのプレイオフ進出チームが1月に行われると言われているスピリット1プレイオフに参加することができます。以上で簡単ですが、スプリット1プロリーグの説明を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。